ローズが菊池武志捕手をトレード獲得か現地時間29日、ヒューストンアストロズがトロントブルージェイズとのトレードを成立させたと米複数メディアが報道。菊池武志製、投手33を獲得し、対価として球団内旧有望株のジェイク・ブロス投手23を放出した。菊池は2019年にマリナーズでデビュー。2022年から3年契約でブルージェイズに加入し、昨季は年間通して先発ローテーションを守り、11勝6敗、防御率 3.86、181奪三振とキャリアハイの成績をマークした。契約最終年の今季は開幕から22試合に先発して4勝9敗、防御率 4.75、115回に、3を投げて130奪三振という成績。トロントでの最終登板となった現地時間26日のレンジャーズ戦は5回途中5失点の投球で勝敗つかず、現地時間6月11日の登板を最後に直近8試合で白星から遠ざかっている。アストロズは最大12あった借金を返し、後半戦開幕からアメリカンリーグ西地区の首位に浮上。現在55勝50敗、地区2位マリナーズと差なしとなっており、地区4連覇、2年ぶりワールドシリーズ制覇に向けて投手陣の補強に至った。